こんにちは、メガタムです。今日はクリスマス記念ガチャソフィーとディアム狙って引いていきたいと思います。俺で決まりだな。今クリスマスタワーも来ているので、この2人はね、雪に強いキャラだから早速やっていきたいと思います。まずは最初の11連。ご機嫌いかが？お願いします。ガチャチケットで何回だろう、多分合わせて10回ぐらいは単発で引いたんですけれども、なかなか当たらなかったので今日に期待してやっていきます。金の数ちょっと少なめかな。テニスロボ、テニスロボスピドン、早く試合に行こうよ。あとルーム集めてるので星3以上が来てくれると嬉しいな。あ、月見が来ました。白猫で一番好きなキャラです。とサーブタイプ持ってなかったので星4で嬉しいです。やるよ、僕のこと応援してね。テニスは頭脳の勝負だ。始まり始まり、甘い試合よ。気合い入れていくわよ。そろそろ11人かな。熱くなってきたぜ。はい、ということで新しいキャラ月見来ました。お団子食べよ。あ、何か話すかと思ったら話さなかった。それでは次の11連やっていきたいと思います。22連目。試合で戦ったので多分ダウンロードマークはリアムの場合は出ないんじゃないかなと思います。あ、でもストーリーのあっちのクエストやったからあれかな、2人とも出ないかな。お願い、頑張るもん。もう2回目、始まり始まり、気合い入れていくわよ。お、今日いっぱい出るね。始まり始まり、熱くなってきたぜ。さあ、早く試合に行こうよ。退屈は嫌いかい。テニスは頭脳の勝負です。僕がいる場所がステージさ。あー、なんか雲行きが怪しい。気合い入れていくわよ。お、来ました、ソフィー、ありがとう。代わりの力をお見せしましょう。すっごい可愛いです。よく見たら衣装も雪の結晶がいっぱいついてた。氷の国の親善大使育てて、クリスマスタワー今17階なので残り30階まで使えますね。楽しみ。はい、それでは33年目、残るリアムも欲しいです。SS がかなり私トラウマなんですけれども、あのたくさんね、いろんな方向から火が出てくるっていう SS だったので、今回金が多めです。この中にいるかな。緊張しなくていいからね。お、セラータン、セラータだ、よろしく頼むぞ。一緒やってやっか。お、次のキャラが来るのが遅いとドキドキする。イッショータイム。やるときはやるです。参りましょうえ。熱くなってきたぜ。どうかな、盛り上げて行くぜ。僕がいる場所がステージさ。ほとんどが持ってるキャラなので、一緒やってやっか。運がいっぱい集まるね。はい、今回は星41個出たね。ということで最後の11連か、44連目。ここで来てほしい、本当にお願いします。
そうですね、本当。盛り上げていくよ。精一杯試合する。僕のこと応援してね。お願いします。暴れまくるわよ。おじいちゃん、誰が相手じゃ。気合い入れていくわよ。わあ、私の名はアルバーノ。お見知りおきよ。怖いよ見るのが。一丁やってやっか。テニスは頭脳の勝負です。ギアとの相性も大事ですよ。何人出たかな。やる時はやる。数えてなかった。うー、最後はちょっと渋い結果でした。ということで残りチェール80個か。ご機嫌いかが。じゃあおまけで単発でちょっと引いていこう。ピアノお願いします。金だよ。あ、サーブタイプ。おー、よしや。竜の力でお役に立ちます。今日はサーブタイプの日かな。月見も出たし嬉しいです。ヨシアのサーブ取るの私苦手だったので、自分が使えるの嬉しいな。サーブタイプの星はこれで2人目ですね。あと2回しかできないか。お願い。ああ、ここで分かっちゃうもんね。テニスロボテクノン。それでは最後ですね、お願いします。ピン、せーの。腕が鳴りますわね。君か。かわいいね。